皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は並べ方の基本的な考え方をリレーの走る順番、これを例にとって紹介していきます。では問題を見てください。6年1組では ABC の3人がリレーの選手に選ばれました。この時3人の走る順番は何通りあるでしょう。このような問題です。これを表にして考える方法、図にして考える方法、この2つ紹介していきます。どちらの場合もバラバラに考えないで、誰が最初に走るのか、ね、これを決めて考えていってください。バラバラに ABC、BCA とか考えると途中、ね、抜けちゃってるところがあるんですよね。ですから必ず誰が一番最初に走るのか、これを決めてから考えていきます。では1番目に A が走る場合ですね。 A が最初に走るとき、2番目に B さんが来るときがありますね。 A が1番目、 B が2番目だったら C さんが3番目、こうなります。同じように A さんが1番目に走った場合でも2番目に C さんが来る場合がありますね。そうすると B さんがアンカーの3番目に走る、こういう順番になりますね。次に B さんが1番目に走る場合、 B さんが1番目に走って2番目に A さんが来る場合、 C さんがアンカーになりますね。同じように B さんが最初に走って2番目は C さん、アンカーは A さん、とこういう場合があります。次は C さんが1番目に走る場合です。 C さんが1番目に走って2番目が A さん、3番目が B さん、こういうことが考えられます。そして C さんが1番目に走って2番目が B さん、3番目のアンカーが A さん、と、ね、これだけ走る順番考えられるんですね。 ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA と、こういうふうに走る順番、最初に誰が走るかを決めて考えると抜けがなくて全部書き出すことができます。何通りあるか数えると1、2、3、4、5、6ですから、走る順番は全部で6通りある、これが答えになります。では次は図にして考える方法、これを紹介します。同じように誰が一番目に走るか、これを決めます。まず A さんが一番目に走ります。2番目の人を書くとき、ちょっと斜め上にこのように線を引いて2番目に走る B さん、このように書いてください。そして AB ときたら3番目は C さんですから、 B さんから線を伸ばして横に C と、これで ABC の順番を表します。次は2番目に走る人、 C さんの場合になります。この時ちょっと斜めに向かって線を引いてC さんをここに書きます。 AC という順番だったら最後は B さんが走るということですね。これで ACB、 この順番に走るということを表しています。では1番目に B さんが走る場合、同じように考えて2番目に走る人、ちょっと斜め上に向かって線を引いて A さんが2番目、そして C さんが3番目と、このように書いてください、ね、これで BAC の順番ですよということになります。では B さんの次に C さんが走る場合、3番目は A さんです、ね、同じように C さんが1番目だったとき、2番目に A さんが走る場合、そうすると3番目は B さん、これがアンカーになりますね。そして C さん、A さん
と言ったので C さん B さんも考えられますね。 C さん B さんですから3番目は A さんがアンカーになるということです。これ先ほど言ったようにこの線は ABC の順番ですよ、 ACB の順番ですよと、このように表しています。全部で何通りあるかは一番後ろのここの部分を数えれば何通りかが分かります。では数えてみます。1,2,3,4,5,6 同じ問題ですから答え同じにならないとおかしいですよね。こちらで考えても図で考えても答えは6通りと、このように分かるわけです。そしてこの図にして考えるこの図ですけれど、これ樹形図という名前です。この図の名前も覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。